このグラフィックカテゴリーの最初の方にも話をしたんですが、ゲームを作ってるとどうもスケール感が合わないということがよくあります。つまり本当は大きいはずのものが小さく見えるが、そういった疑問は置いておいて、唐突ですがミニチュア写真の作り方を解説しましょう。まず俯瞰した風景写真を用意する。上下をぼかす、社会深度とかフォーカスとか言いますけど、接写している雰囲気を出すためです。そして彩度を上げる、できれば青みを少し下げる、これは空気遠近感を抜くためです。ほらできた。簡単にミニチュア効果が出ますね。ということはこれをしてしまうと大きいものが小さく見える可能性があるということです。2つの要素がありました。まず被写界深度、雰囲気が出るので重宝されそうですが、意図して入れられなければならない部分を除き、あんまり入れない方が良いですね。何しろどこを注目しているのかということは見る人によっても異なりますから、自身が見たつもりの場所がボケるのは生理的にもあんまり気持ちが良くないものです。空の三線ムービーのこの部分など、最初はフォーカスが奥から手前に合う演出が入っていたのですが、これ抜いてもらいました。次にサイド。サイドとは色の鮮やかさのことですが、大きいものは控えるべきです。大きいものには空気遠近がかかりますし、手元にあるものほどサイドが高いと言ってもあんまり差し支えありません。このバランスをとっていくべきですね。映像のスケール感を合わせるなどといった話は初歩的なことと言ってもいいのかもしれないけれど、それでも監修の時にはよく指摘する要素です。素材のテクスチャーをただ描くだけではうまくまとまらないので、客観視して最終的な出力を意識することが必要ではないでしょうか。